TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールドポッドキャストです。はい、お願いします。いやー、日村さん。何ですか、下さん。あ、いやいや、日村浩二さん。いやいや、日村浩二さんって。いや、あのですね、はい、今日は今本編終わったばっかりなんですけども、まあ、いいとものですね、火曜日に、まあ、東野さんが、はい、テレフォンのゲストでね、はい、来てですね、CM に入るところで、日村さんの話をちょろっとしたんですよね。はい、その内容が、日村さんと同じマンションに住んでて、過去ね。うん、で、日村さんが、彼女と一緒に同棲してたけど別れた、これ言っていいのかな、みたいな感じの話をしたと。はい、それを受けて、はい、まあ、ラジオのリスナーもこうメールくれたりしたんでね、はい、ちょっとこれはどういうことだと、今まで彼女いないってね、いろいろ言ってた日村さんがですね、はい、同棲までしてたってことで、はい、ちょっとこれは緊急記者会見ということでね、日村浩二氏による会見スペシャルってことで丸々使ったんですけども、はい、まあ、その模様をちょっとね、聞いていただきたいと思います。はい、ラジオネームトマソ、前に犬の散歩をしているところ週刊誌に撮られてましたが、はい、あの女がその同性女ですか。撮られてたっけ、こんなの。あったっけ。はい、それがそうです。あれ、そんな写真あったっけ、いつ頃。もうそれが多分3年ぐらい前になると思うんです。もっと、もっと前かもしれないですけど、俺犬飼ってるってのも知らなかったからね。だからいないです、もう。それもいないです。だから、その女と共にいなくなった。あ、そうです、そうです。いや、でもいないっすっつか、犬のペット系のやつとかも犬飼ってないっす、飼ってないっすっつってて、はい、でもこれラジオで言ったっけ、急に俺は日村さんのすごいところは嘘ついて隠そうとしてんのに、俺がテレ朝だっけかな、かなんか仕事だった時に日村さんの車が止まってて、うん、あ、日村さんと同じ車だと思ったらナンバー見たら日村さんのだったから、うん、俺こんな時間に、なんで俺だけ仕事だったんだよ、それ、はい、で割と早めの時間に、うん、なんかテレ朝かなんか行った時で、うん、なんでこんな時にいいんだろうなと思って、でも、うん、仕事だったから行って、で後に日村さんあそこにさ、前さ、そうだって思い出した時に車が止まってたけど、あの時何してたの、あんな場所で、あんな時間に、って言ったら、あ、犬の病院があるんだよって言って、俺犬飼ってることも知らないし、いや、僕は本当そうなんです。だから隠すなら隠せばいいのに、で今回のも東野さんとかが俺とかには言わないのに、そういう人には彼女ですって言ってんだよね。まあ偶然会っちゃったってのがあって、うん、あ、別に紹介したというか会ってしまったんで、うん、はい、なんか、はい、だから、いや、彼女じゃないですって言われたの、その時に。まあそうなんですけど、だから、まあ隠したいな、ね、確かにその下田に隠しちゃったのはもう本当に申し訳ないとは思っております。いや、別に申し訳なくはないんだけどね。やっちゃったなって、自分でやっちゃった。はい、うん、まあ、じゃあこれがその女だったことなんですね。それはそうです。はい、はい、ラジオネームジャンピングニューパーツ、ズバリ相手は一般の人だったんですか、それとも芸能人の方なんですか。いや、これも一般の人です。一般芸能人とかそんなんでも全然違います。あ、はい、一般の方、はい、ちょっと僕もすごいよ、日村さんこれ大丈夫、このまま続けて、結構どんどん来てるけど、いや、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、言える範囲でちゃんと言います。ラジオネーム北の果肉、はい、いつどこで知り合った人ですか。その人とは、まあ、ぶっちゃけ2年ぐらい付き合いました。あ、そんな付き合ってたの。2年がいかないぐらいですけど付き合、うん、はい、いつ頃別れた人なの。別れたのはもう実は2年ぐらい前に別れてるんです。へえ、はい、ラジオネームてっちゅ、はい、今彼女いないんですか。いません。じゃあ彼女に一番近いのは誰ですか。誰でもないですよ。これ本当にいないんですか。マジでいないです。本当ですか。はい、いません。その2年ぐらい前まで同棲してましたよね。はい、その間、はい、今まで1回もいたことないんですか。ないです、ないです。本当ですか。本当です。ちょっといたっていうの聞いたことあるんですけど、僕。ちょっといたっていうか、嘘はつか、なんかつかったじゃん、ごめんなさい。それはあってもしない。なんで嘘つくんですか。いや、じゃあ、それは。僕にはどんどん耳に入ってきてるのに、まだここに、この後に及んで隠すんですか。いや、それはでも。それがいけないって僕思うんですよ。いや、申し訳ございません。言うんだったら言ってください。いないです。いないです。
本当にいないです。別にいたらいたでいいんですけど、間にいたことがあるんですか？それを今いないって言ったけど、僕なんとなく聞いたことありますけど。すいません、ふわっと付き合いました。いや、いたんですか？ふわっと付き合いました。日村さん、モテないモテない言ったけど、モテるんですね。いや、本当すいません。でもそれは何なんですか、その今のここまで来ての嘘。いや、すいません、これはもう信じられませんよ日村さん。いや、ちょっとだけ付き合いました、すいませんでした。何なんですかそれ。いや、申し訳ございません。この後に及んでちょっと濁して嘘つくって、で僕が知ってるって言ったらコロッと手のひら返して、だからやなんだ日村コーチは。すいませんでした。まあこんな質問、いろんな質問来ました。で最後の最後、今彼女いないんですかっていうね質問に関して、はい、いません、いません、はい、ね、で、この同棲してた彼女とはもう2年ぐらい前に別れたんです。そうですね。ね。はい。はい。それで、その間、彼女いたことないんですかって言ったら、いません。はい。って言った後に、はい。僕、ふわっと聞いたことありますよ、みたいな、誘い水ですよね。はい。いわゆるね。したら、いたことがあります、みたいなね。はい。なんで嘘つくんですか、ね、はい。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 まあ、あと、ちなみにですね、その会話、なんか、皆さんが、それは申し訳ありませんと。今ね、それ違うんです、信じてくださいって意味が分からない、何を申し訳ございませんなのかっていうのはありましたけど、なんかふわっと付き合ってたことがあってみたいなこと言ったのを、あ、はい、聞いてくれてるリスナーがですね、一部の方がですね、はい、ファンと付き合ってるっていうふうに聞こえたっていうファンと付き合ってたんですか？いや、違います。ファンと付き合ってたんですか？ふわっとっていう言い方をしてしまいました。はい、ああ、なるほど。はい、まあ、それも失礼な言い方になってるとは思います。ファンではございません。だからそうですよね、はい、まあ、そういうふうに聞き間違えた方が、はい、まあ、ファンと付き合ってもいいんですけど、いや、ファンと、まあそうですね、うん、でも違います。はい、はい、まあ、これ僕もね知らなかったって、まあ本編でも言ってたんですけど、僕付き合ってるっていうのは、はい、もうだいぶ後にもう知ったんですよね。日村さんが別に言えないんですけど、日村さんってこの手のことを隠しました。はい、隠すんですよ。隠しましたね。そうなんです。だからなんかそう、なんかそうなんですよ。隠しましたね。別に俺も言わなきゃダメだろうってわけでもないんですけど、なんとなく自然な流れで、例えば番組なんかでもそうなんですけど、うん、彼女いない日村さんがっていうのがあったりするから、うん、彼女いないっていう体でだからやってたわけですね。うん、だから僕もいないとは思ってたんですけど、はい、ある時から、なんか周りから漏れ聞こえてくるようになりまして、うん、日村さんが、俺とか大倉とか、多分これは、俺とかに言っちゃうと、全部言っちゃうから隠すようになったのかな。なんかわかんないけど、言わないよと、そんな言ってほしくないことは俺だって言わないのにっていうのもあったけど、でもまあ確かにそういうところから言わなくなったのか分かんないですけど、僕は知らないで後から知ってでいるのっていう話になって、で別れたっていうのも全然知らなかったんですけど、その言わないんだよね、そういうのね。そうですね、言わなかったですね。だからそれがね、別に言いたく全部言わなくてもいいし、もう41歳ですからね、別に彼女がいようが同棲しようが全然構わないんですけど、はい、ただこれが日村さんを隠すなら隠し通してほしいんだけど、はい、他の周りのみんなには彼女ですって紹介したり、あと企画とかで突然彼女からの何かみたいなのが出てきちゃったりするんです。俺知らないでいないって言ってるから、うん、俺いないと思ってるから、そういうのが困るから、もしそれは言ってよと、はい、っていうのはあったことはあるんです前ね、うんうん、でも最後の最後で分かりました。その日村さんが間にはいなかったんですかって言ったら、いないです、本当です、これはって言った後にすぐ俺聞いたことあるんですけどみたいな話したら、いましたっていうことで、うん、これだからもうなんで彼女いること隠すの、そもそも。まあそれは本編でもちょっと言った通りなんですけど、うん、まあいないって言った方が世間的にはです、うん、いいんだろう。なんでそんなことを思うの、アイドルでもないのに。まあもちろんアイドルでもないんだけど、うん、ブサイクだなんだって言われてる、うん、うん、そんなやつに彼女がいるっていうのは良くないんじゃないかって思いました。だから言わなかったです。うん、はい、それはじゃあいいとして、俺にまで言わないとなると仕事にも差し支えがあるんだ。そうだね、それはね、うん、うん、
ね。うん。まあ。すごい、これ今日はドウラのポッドキャストですよ。そうだね。こんなの話したくないもん、俺。はい。うん。まあね。で、まあ、いるよ。そんな全くこの相方のプライベート知りませんっていうのもいるけし、うん、俺もそれでも別に構わないと思うんだけど、うんうん、これが、あの、全部隠し通して、何回も言ってないけど、全部隠し通してくれりゃいいけど、うん、全然隠さないの、その後、周りには。うん。ね。そうだね。それで、こっちは知っちゃった状態で、でも、合わせなきゃいけなくなるの、今度。うん、彼女いない手取ってるから、うん、こっちから、日村さんから言ってこないから、だから周りはもうどんどん日村さんの下手な嘘に巻き込まれていくっていうね。それで結局こんなラジオでこんな感じになってさ。すいません。本当にそうだね。本当にもうさ。いやーもう最悪だね。何が彼女いねえ方がいいかなって。別にいいよ言ったって。いやー本当そうだね。うん。なんでモテたいの？いや、そうじゃないの。そうじゃないんだよな。本当にさっき言った通りで、彼女がいないって言った方がいいんだ。ね。うん。うん、もう世間的には。うん。うん。設楽さんに対しては、うん、まあ前もここの話はしたと思うけど、この、ここじゃなくてね、うん、二人でそういう話になった時に。うん。うん、まあ、随分前の俺のその記憶の中で、うん、いない方が、いいよっていうような話になったことあるってなんか自分の中であんの、うん、うん、いない方が絶対いいよっつって、うんうん、幸せになっちゃダメなんでみたいな。いやでもそれもあのもうずいぶん昔に話したことあるけど、その後に日村さんはなんか知らないけど芸人日村勇紀で行くからいない方がいいみたいな考えにしたってことでしょ。うん、そうそうそう。なのに、うん、付き合っちゃったりとかするから隠したんです。うん、付き合っちゃね。だって、うん、結構そんなこと言ったらいる期間もあるじゃん。俺過去の彼女知ってる人ももちろんいるんだけど、うんうん、2人ぐらいは、はい、その当時はこんなことなかったんだよ。そうね。いつからかなんかそんな感じになって、うん、なんか別に言ってもいいんじゃない。確かにそのなんとなく仕事をもらえるようになってからかな。だってさ、なんか言わなくなってきちゃったのはね。彼女いたってさ、モテないじゃん、別に。はい、あの、はい、こんなこと言っちゃうと申し訳ないけど。俺マジでモテるとかじゃないんだよ。モテようとしてるとか。だけど、うん、彼女、だからブサイクで、モテないっていうのに、本当に彼女がいない方がいいっていうね。うんうん、だけど、彼女いますっていうよりさ、うん、彼女いても、そんなモテてないとか、ブサイクだとかは、別に変わらないって、そういう現象いっぱいいるわけだし。確かにそうなんだよね。うん。そう。だからまあもう俺はだから嘘ついていない手を取ったりしてましたね、うん、それは。うん、ああ、うん、うん、まあね。だから別に、だって別に結婚とかしたいでしょ。してもいいと思うしね、うん、だってもう41歳なんだからさ、うん、おじさんだよもう、うん、結婚ね。いやだからそれが彼女いるの隠すとかって意味わかんない。もうだからいるけどね、突然結婚する芸人さんとか相方に、うん、言わないでさ。いやまあそうなんだけど、いやだから、うん、俺は全部だから俺がこんなこと言って俺が気持ち悪いみたいな思われて嫌なんで、俺別に全部言ってくれとか思わないんだけど、隠すならちゃんとやれとか周りに迷惑かけんなとか、うん、そういうことなんだよね、うん、で全部言わなくていいと思うよ。そんなのもちろん、あの嫌なこと全部晒すのが芸人かって言ったら俺は違うと思うし、うんうん、言いたくないことは言わなきゃいいと思うし、うん、自分が嫌だなと思ったら俺言ってくれれば俺だって言わないし、うんうん、それをなんかこう浅はかな嘘を突き通して、そうだね、欺くっていう姿勢が俺は醜いと思うわ。確かに。いやもうそれはもう、うん、これ過去に言われてるから、これを何回も言ってる。でもな、別にだからってそれが全部が悪いかってわけじゃないんだけどね。うん、うんうん、まあそうやん、うん、まあさっきのはもう本当最悪だね。あのラジオラストのね、うん、それはまあなんでそんなこと言ったのかなっていう、うん、だから全部言えとは思わないよ俺も、はい、うん、そのさ、とっさの嘘もなんかこの嘘つく人とそこら辺のやつらに聞かれて全部正直に答えなくていいと思うんだけど、うんうん、なんかここは嘘ついちゃダメだみたいなとことかを分かんないのはまずいと思う、うんうん、俺とかオクラとかは別に味方なんだからねっていう話だよね、はい、うん、それをなくすよ、人を、信頼を、うん、
うん、もうそれも言われましたね、うん、どんなに関係築いたって一個の裏切りが信頼を取り戻すのはもう不可能になることだってあんだからね、うんうんうん、その通りこう言って言うんだよ。でもダメなの。もうだからこれはもうどうしようもないんだけどね。まあ、でもこれが日村勇紀なんだけどね。いやまあそういう、うん、そう、うん、で日村さんって本当にいい面白いところピュアなところっていうのはいっぱいんだけど、本当にねダークサイドの日村さんっていうのもいるから、俺はそれも知ってるけど、だからそこは、まあ、コンビだから補えるとか補うけど、そこをこうちゃんとこうやってくれないと、うん、うん、っていうのはあるけど、まあ、はい、いいんだけどね、どうだっていいんだよ、はい、うん、本当セックスしたって構わないんだしっていう話も昔したよね、はい、別にいいんだよ日村さん、うん、そんな難しく考えなくてもいいことだし、まあ、ちょっと本当だからその辺は確かにその、うん、そういうのが引っかかってて、うん、だんだんしたら下もに言わなくしよう、大倉に言わなくしよう、うん、でも周りにはちょっと言っちゃってる、うんうん、だから内緒にしといてねとか分かんなくなっちゃうね、うん、あそうだね、うんうん、びっくりするんだから、内緒にしてるのに堂々としたりとかね、うん、そうだね、そうそうそう、困っちゃうんだよな、うん、いやもう本当にもうごめんなさい、本当にもう本当にもう皆さん本当すいません、もう、まあ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 こんな回もあっていいでしょう、うん、ねっていうことで、日村豪地の緊急会見これにて終了ということで、さよなら、すいませんすいませんで終わると後味悪いな